カリフォルニアのインターステート15号沿いを鉄道が走っています。すごい景色をこれから皆さんにご覧入れましょう。貨物列車です。さあ何両コンテナ貨物を牽引しているでありましょうか。問題です。車がディーゼル1両、2両、3両、4両、5両、そして1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、190、171、172、173、174、175、176、177。かな、187で合ってたかな。先頭のディーゼル機関車が5両、間に2両挟んでありました。ひょっとすると細かい数字は間違っていたかもしれません。いやあ、5月ですが雪を抱いている山もありますね。アメリカはすごい。
これはこんな国と戦争したらダメですね。正解の方いらっしゃいましたでしょうか。多分いらっしゃらないと思います。以上鉄道クイズでした。